全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。潰す。よし、俺たちも続こう。待て、コニー。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。ごめんなさい。蹴散らしてやる。
パー。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつみたいに冷静じゃない。このままじゃいずれ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさい、エレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわあ！巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。
助かっ、しつけえ奴らだな。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ええ兵長、俺たちでやってやりましょう。どうしてバケモン、どうしてバケモン。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。
急いで中へ。ち、何が起こってやがる。飛行士一体向かってきます。面白い面しやがって。まとめて相手して。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型飛行士を仕留めろ。了解だ。まとめて相手して。目障りな野郎、てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。了解しました。まとめて相手して。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。